はい、ドンピアです。本日ですね、南伊豆にありますこちらのキャンプ場来ておりまして、とてもですね見晴らしがいい、ずっと来たかったキャンプ場です。ちょうど今夕日の時間帯なんで、かなりいい景色撮れるんじゃないかなと思います。で、マップがですね、ちょっとごめんなさい、見づらいかもしれないですけど、こんな感じになってまして、で今ですねこちらの受付ってここに見えますよね。ここからぐるっと下の段の B というサイトと上の段の A というサイトがありまして、まず B から行って最後ちょっと A、 見晴らしがいいと思うんですけど、そっちをちょっとね見ていきたいなと思います。はい、で B、 今 B サイトにいまして、今 B、 僕がいるのが B ですね。でこっちから B1 で、下がこんな感じで小砂利になってるんで、あのペグも刺しやすそうだし、水はけも良さそうですね。で区画のサイト自体は、ちょっと広めですね。10メートル、10メートルぐらいありそうな感じです。100平米ぐらいで、このように今僕 B2 にいますけど、電源がついてます。冬でもいいですね。ただちょっと横と横とサイトとサイトは広くなってるんですけど、中あの間の遮蔽物みたいなものはないんで、まあ、うまく車とかタープとかね使ってプライベート感を出すような感じで設営していったらいいんじゃないかなと。はい、今 B5 です。はい、 B5 ちょっと一周してみましょうか。こんな感じです。夕日が多分あっちに沈んでいくのかな感じです。今日陰ですね。多分上の段のサイト、そこなんですけど、そこはすごい太陽の光も当たって夕日が綺麗に見えそうな感じですね。楽しみですね。はい、こちら B7、 広さは全体的に B に関しては同じかな。はい、ただ B だとこっちのあの段差というか高低差があるんで、後ろからの視界というか車線は切られてる感じですね。はい、こんな感じです。いや楽しみですね。今ちょうど夕日のちょっと太陽の光もオレンジっぽくなってて、この上の段がとても楽しみです。今日平日なんですけど、何組かお客さんがいらっしゃるみたいなんで、いらっしゃらないところをねちょっと撮れればなと思いますけども、はい、ちょっとワクワクしますね。この景色とても人工物が少ないんで、多分すごい綺麗だと思います。あ、結構よたくさんいらっしゃいますね。奥の方はもう埋まってますね、多分。こちらが、HA2 のバンガロー。HA2 のバンガローですね。A3 から A9 のサイトになってます。まあ、A4、A3。違うか。A4、A5、6、7、8ってなってるんですけど、奥の方はこのようにね、全部埋まってますね。からちょっと景色覗いてみたいと思います。おー、すっげー。あ、これすごいっすね。 A14 です。はい、これ以上ちょっと危ないんでいけないですけど、これ景色これやばいっすね。すっげー綺麗。ちょっとドアップこんな感じっすよ。伝わるかな、この迫力。夕日、海で、海の音もね聞こえ入ってきますよ。波の音がね。かあ、これはいいわ。これはちょっとテンション上がりますね。これね、平日でねかなり浸ってます。やっぱ海沿いのサイトがね圧倒的に人気ですよ。これはあれが多分寝る、あの展望風呂じゃないですかね。はいはい、ここはねフリースペースっぽいからね、ここからちょっと景色でもね眺めてね、ちょっと、うわー、これはすごいわ。めちゃいいっすね。で多分水平線の上にあのこの満開の星がね、満天の星がおそらく見えるんですよね。このね
展望台の、ここは花火禁止展望広場っていうところにおります。お、すごいですね。へえ、これは、失礼します。へえ、すごい。ここがあるとね、洗顔物とかもこう、こちらからこっち回るとね、はいはいはい、あ、全然違う。いやいや、ありがとうございます。すごいいいですね。これはもう要予約制ですか？いや、あの、空いてる時に。空いてる時、へえ、すごいです。これはすごいですね。お風呂あるだけでもすごいのに。なるほど、こちらから展望台行けるということで、ドローン禁止ということです。ちょっと感想をね、言いたいんですが、まずですね、絶景ですね。このように絶景キャンプ場大好きなんで、めちゃくちゃ好きになりました。サイト数自体は20から30の間ぐらいのサイト数なんですけど、そこまで大きいキャンプ場ではないんですけど、このロケーションはやっぱり唯一無二ですよね。いろんなキャンプ場行ってますけど、遠くまで足を運んで行こうと思うキャンプ場って数少ないんですけど、そのうちの一つになるぐらいすごくロケーションが素晴らしいというか、僕好みです。あと展望のね、露天風呂も本当に良かったですね。子連れの方とかでも子供と一緒に入れるし、いいんじゃないかなと思いました。でも素敵なキャンプ場でした。それではね、以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。